前回のあらすじ、急に友達のゆかちゃんから、午後3時に電話が来て、そこへ向かったみことちゃんは、複数の悲鳴を聞き、さらには襲ってくるぬいぐるみに、みことちゃんは逃げる。この怪異の正体は、一人かくれんぼだとわかり、すぐに一人かくれんぼの終わらせ方を調べるも、またしてもぬいぐるみが襲ってくる。果たしてみことちゃんはこの家から脱出できるのか、パート2、始まります。皆さんおはこんばんにちは。ようやっとパート2ですよ。どんだけ期間空けてるんだか。とりあえず実況に入ろうか。それで前回は、一人かくれんぼの終わらせ方を調べようとしたところで終わったんだよね。そういえばそうだったね。で今は、ケーブルを探しているところだぜ。今回はカット多めでやっていきます。物探すときに邪魔しないでほしいわね。とりあえず逃そうぜ。さてと、延長ケーブルを探しましょうか。結構グダグダしてるな。仕方ないじゃん。ようやっと電源ケーブルを手に入れたので、パソコンに繋ぎに行きます。ようやっとパソコンで、一人かくれんぼの終わり方を調べられるな。とりあえず、終わらせましょうか。その前に、いろいろと手に入れましょう。粘着テープゲット。これならあのぬいぐるみを捕まえれそうね。本を手に入れました。そういえば、塩水と油手に入れてなかったな。それも手に入れていこうか。塩水ゲット。油ゲット。それじゃあ、準備していきますか。本を重ねてっと。油を入れまして。火をつけました。よし、あとは、ぬいぐるみを捕まえて、暖炉に入れるだけね。ここに粘着テープを貼って。あとはぬいぐるみを連れてくるだけだな。それにしてもぬいぐるみはどこにいるのかな？探しますか。砂嵐、なんでテレビがついてるんだろう。見つけた。よし、あの粘着テープのところに行こう。なんとかなったわね。さて、塩水をかけるか。よし、ぬいぐるみを2階の暖炉で燃やしに行くわよ。嫌な感じがするから、さっさと行こう。なんか時間が表示されたけど、まさか制限時間。これはあまり長く触らない方が良さそうね。
よかった、燃やせたみたいね。とりあえず今回は終わりますか。それじゃあご視聴、ありがとうございました。